こんにちは、こんばんは、おはようございます。今回は雑談シリーズということで、ヒップホップの話題、日本語ラップの話題とまたゆるく喋っていきますので、作業中、睡眠中だったりとか、まあ適当に流していただければと思うんですが、じゃあ早速いきますけども、まあ最近の話題といえばね、まずこれで持ちきりですね。ワイザーさんの乱闘事件のやつですね。バダサイさんですか、わかんない方のために軽く説明しますと、10月22日にフェスがあったんですね。 AH1 っていう愛知のその音楽イベントフェスがあって、そのイベントの大トリがバッドホップだったようなんですが、急にねこう会場に今回は機材トラブルのため出演は中止になりましたっていうアナウンスが流れて、ちょっと会場はねおいどういうことだみたいな感じになったそうなんですが、これ舞台裏ではね、ワイザーさんとナメダルマがこう乱闘みたいになっちゃって、まあ、出演キャンセルの原因はこれだと思うんですけども、映像もね今出回ってますけども、本当にナメダルマがインタビュー中に本当いきなり照明を切り倒してワイザーさんが入ってきて、てめえみたいな感じでなってましたね。まあ当然のことながらこれすぐネットで拡散されまして、ヤフーニュースとかにもなって、もうここ数日はねこの話題でもうヒップホップ界隈は持ちきりっていう感じですが、でここにアシュラマイクさんとかソンゴングさんとかも絡んでるんで、もう大騒ぎになってるんですけども、でこの事件っていうかね、まあ、このあれの後にワイザーさんがねインスタライブで説明したんですよ、今回の件についてね。で詳しく知りたい方はそれが YouTube とかにめちゃくちゃいっぱい上がってるんで見てもらえればいいと思うんですけど、長いんで1時間ぐらい喋ってるからブチ切れてるし、めんどくさい方は今僕がめっちゃ短く要約するんで、僕の声でもいいって方はこれから説明しますとですね、まず4年ぐらい前にですね、リッキーさんがワイザーさんをディスってたんですよね。でそのディス曲をバダサイさん、フューチャリングバダサイクッシュで出したんですよね。 You Can Got Again ってやつ、今見たら800万再生ぐらいされてるんで、まあこの曲自体は結構評価は高かったんですが、でリッキーさんはああいう感じの人だから、ワイザーさんに結構 SNS 上でも挑発したんですよね。てめえおいみたいな感じでね。そんな感じで険悪な中、アフターパーティーで2人が出会ってしまったと、リッキーさんとワイザーさんね。で当然のことながら、まあもみくちゃっていうかね、こう喧嘩みたいになっちゃって、でこの喧嘩を止めようとしたのがソンゴングさんだったりアシュラマイクさんだったりして、結果これが火に油を注ぐことになってしまったということみたいなんですね。最初ソンゴングさんは話せばわかるからやめなよみたいな感じだったそうなんですが、まあ、ワイザーさんからしたらてめえ関係ねえだろ突っ込んでろみたいなことだったようなんですが、ソンゴングさん酔っ払ってたそうなんですけども、手を出してしまったそうなんですね、ワイザーさんに対して。でさらに組の名前とかを出して、まあその脅迫じゃないんですけども、俺とやんのかみたいな感じになっちゃったと。でそれを収めようとしたのがアシュラマイクさんなんですけども、まあアシュラマイクさん結構ねそのラッパーのなんだろういざこざに結構人出てきますけど、でもワイザーさんからしたらてめえも引っ込んでるよみたいなことだったみたいですね。まあとにかくこの界隈の人たちとあんまり、まあ、仲が良くないと、ワイザーさんは。ただこの件に関してはソンゴングさんもアシュラマイクさんもそのワイザーさんには悪いと思ってたってことで、その謝罪の場をね、謝罪の場を設けてほしいっていうのをワイザーさんにずっと頼んでたそうなんですが、その謝罪の場っていうのがライブ会場だったそうで、でもそれはワイザーさんからしたらそのパフォーマンスが崩れるからライブ会場ではやめてくれと、ライブ前に謝罪なんかされてもパフォーマンスが落ちるから嫌だからもう帰ってくれということにその時はなってたそうなんですが、それもなんかね会内で会場にいて酒飲んでたみたいな感じなんですよね。だそれもワイザーさんが見てしまって、その謝罪に来て酒飲んでてめえら何やってんだよみたいな感じで、さらにこう、まあ、溝が深まってしまったと。でここまでの話だとそんなにそのバダサイさんは関係ないというか、さっき言ったそのリッキーさんのワイザーさんへのディス曲 You Can Got Again フューチャリングバダサイクッシュ、あれ別にバダサイさん別にワイザーさんのことそんなに言ってる感じもないですし、実際ワイザーさんもねもともとは何とも思ってなかったって言ってましたよね。今回のインスタライブでもそう言ってたんですけど、じゃあなんであんな怒ってるかっつったら、そのバダサイさんのコウモリ感っていうかね、まあリッキーさんとワイザーさんはずっと仲良くないじゃないですか。でバダサイさんとリッキーさん昔仲良かったけど今仲良くないっすよね。でこれはファンには伝わってこなかったとこなんですけど、バダサイさんってリッキーさんと仲良くした時は結構ワイザーさんのことを言ってたそうなんですよ。ぶちかますあいつらやるかみたいなことを言ってたそうなんですが、リッキーさんと仲悪くなったら今度ワイザーさんに謝りたいっていう連絡が来たと。でこれはワイザーさんからしてみたらてめえふざけんじゃねえって、まあ、なってるということで、まあそういうすり寄り感っていうか、まあめめしい立ち回りしてんじゃねえよみたいな感じでねこう喋ってましたけど、まあそんな感じでずっと怒りがね溜まってたところで、そんな5メートルのとこにいたらあんなもん我慢できるわけねえだろうっつってまあ抑えれなかったっていうことみたいですね。はい。
まあざっと説明するとそんな感じなんですけど、で今 2,3 日ぐらい経って今10月25日ですが、今どんな感じになってるかって言いますと、ソンゴングさんとアシュラマイクさんはその後にまあアンサーみたいなインスタライブでちょっとこう釈明動画みたいなの出してましたけど、そんなこうまあ俺たちが悪かったと思ってるみたいな感じだったんで、構想みたいな感じにはな、その揉め事っていうかね、てめえみたいな感じではないんで、今んとこはなんかワイザーさんが被害者っていう風に見えてる、俺たちファンにはね。でバダサイさんは今んとこ何の反応もないっていう感じですね。まあざーっと喋っちゃいましたけど、まあそんな感じですかね。で、まあ、自分の感想としましては、まあ感想って言ってもね、曲とかが出てるわけじゃないからあんまり感想も何もないんですけど、とりあえずびっくりしましたよね。ワイザーさんと、なんつうのかな、バッドホップってスターになってからヘイターの数もとんでもないことになったじゃないですか。で基本的に相手にしないじゃないですか、バッドホップの人たちって。今回は本当に我慢できなかったっていう感じがまあしますよね。ワイザーさんそういうのしないからさ、その揉め事をインスタで、まあ本人も語ってましたけど、あのSNS とかで普段のこの人間関係のいざこざとかさ、そういうのを発信するようなタイプの人ではないじゃないですか、バッドホップの人たちって。なのでかなり驚きましたし、なんならもうワイザーさんはこうスターになってそういう乱闘とかはもう俺はやんねえみたいな感じかと思ってたら、もう全然違いましたね。もう全然イケイケでしたね今でも。まあ、あくまで個人的な印象ではバッドホップの中で一番武闘派の人というか、そのまあブレインリーダーではあるんだけども、一番イケイケなのもワイザーさんみたいな印象がね自分にはあるんですけど、ただその俺はね、このワイザーさんのインスタライブはその一番印象に残ったところ、心を動かされたところっていうのは、そのソンゴングさんのこととかバダサイさんのこととかアシュラさんのことのを言ってることよりも、言ってたじゃないですか最後の方に、なんかさ、そのお前らも当事者なんだよリスナー、お前らもみたいなね、こんなちっちゃい業界で足引っ張り合って何やってんだと、その俺たちが戦わなきゃいけないのは外だろって言ってたんですよ。十数年前のヨーヨーチェケラッチョーってバカにされてた時代から、やっとここまで発展してきたヒップホップをまた戻してえのかと言ってて、俺もめちゃくちゃ響いちゃって、結局さ、ワイザーさんってこのヒップホップ業界全体のことをいやもう考えてて、もう視野が全然、視点が全然違うなって思いましたね。だからこそそうやってね、自分のことしか考えてないラッパーがこう人気が出ることに憤りを感じてるっていうのも、まあ、改めて思いましたし、まあ、自分もヒップホップの発信でこうヒップホップ業界良くなればいい、まあそんなワイザーさんと比べたらそんな砂利みたいなもんですよ。俺なんてその1兆分の100兆分の1ぐらいのもう砂みたいなもんですけど、気持ちは同じですから。だから自分はフリースタイルトライアウトが嫌いなわけですよね。なんかヒップホップをバカにされた気分になるからさ、ああいうの見てるとね。だからワイザーさんがその業界がちょっとでも良くなるようにっていうのを強く思ってくれてるっていうのは、もうね、こうヘッツからしたらめちゃめちゃ心強いですから。だから今回のインスタライブはもちろんね、その今回の経緯が興味があって見たものではあるんですけども、ワイザーさんのヒップホップへの愛というかね、そこがさ、こう強く出てたあのコメントがね、マジで、まあ俺は感動したし、まあよりワイザーさんのことは好きになっちゃいましたね。まあ僕は川崎出身なんで、もともとね、バッドホップは応援してますけど、今回の一件でより好きになりましたね、ワイザーさんは。今後も、あの、応援していこうと思いましたね。はい。まあバッドホップの人、ファンはね、バッドホップファンってどう思ってるんですかね。ちょっとこのチャンネルね、あんまり多分バッドホップファンがあまり来ない傾向にあるんですが、もしね、ちょっとあの、もう昔からバッドホップ、もうバッドホップ命ですみたいな人がいましたら、ちょっとね、今回のこの件、心情や感想をね、ちょっと聞かせていただけたらありがたいですけども。で、お次の話題はですね、これコメント欄で聞いてくれたやつなんですけど、TikTok、TikTok の、ちょっと待って、コメント欄読みますね。どれだけなった、ムカデイーマンあたりはともかく、ワトソン、カズマ、ジュマあたりのしっかりヒップホップやってる組が TikTok で流行りすぎて逆にバカにされるとかいう、神曲を作れば作るほど逆にフェイクとか言われる、ある意味矛盾している今のシーンについて語ってほしいですっていうコメントが入ってたんですね。でね、これ自分俺、これ調べてお答えしようと思ってたんですけど、よく俺 TikTok やってないんですよね。やってなくて、どういうことなのかよく分かってないんですけど、ちょっとね、僕の解釈をまず聞いていただいてもいいですかね。これってあれですよね。要はその、ワトソンさんみたいな、基本的にあのヘッツみんなが称賛するようなラッパーの楽曲、それを使った投稿者とかが踊ったり歌ったりしてて、それがバズったりしてこの曲ダサいみたいな感じになってるってことで合ってますか？合ってるかな。そうなんだとしたら、だからワトソンさんとかの曲を TikToker がめっちゃ使ってるってことですよね。
それで流行って逆になんかダセーみたいになってるってことか。難しいなこれは。そんなことになってんすか。さっきも言った通り自分 TikTok やってないんで、その層っていうのが分かんないですけど、 TikTok の層とヒップホップの層は被るんですかね。被らないんだとしたら、まあ確かにちょっとうざいかもね、ファンは見てたらね。要はそのヒップホップのことよく分かってなそうな人がワトソンさんの曲でなんか踊ったりとかしてたら、はあみたいな感じですしね。なんかありましたよね、ヤングボーイ P さんの曲を、なんだっけ、コムドットか、コムドットの誰かが使ってなんか著作権かなんかでなんか揉めてませんでしたっけ。なんかそんなありましたよね。まあとりあえず TikTok を見なきゃいいんじゃないですか。元も子もねえこと言ってますけど、まああの高坊さんもね TikTok じゃなくてヒップホープって言ってたし、あのリアル T さんもさ TikTok してないインストールって言ってたんで、アンインストールしちゃいましょう。はい。ダメ。ってことでお次の話題はですね、ラッパーのムカデさんが逮捕されちゃいましたね。コカインでしたかね。もう2週間くらい前の話ですけど、さっきのあのワイザーさんの時に話した AH1 っていうイベントにも一応出演のあれはあったんですけどね、ムカデさんとインマンさんのあのユニットでね出演予定だったんですが、これキャンセルになっちゃったんでね、あのファンの方はね残念だと思うんですけど、まあラッパーのドラッグの逮捕はね、特にまあ毎回同じような考察にはなっちゃうんですけど、別にこれぐらいじゃヒップホップは干されないんで、戻ってくる場所がないとかね、そういうことはないから、それはまあ問題ないとは思うんですけど、まあ地上波でニュースになっちゃったんでね、まあまあマスコミの人たちラッパーのドラッグのニュース大好きですからね。また定期的に捕まるニュースが、確か使用罪決まりましたよね、大麻使用罪のやつ。だからまあもしかしたらね、そっち関連でもラッパーやり玉に上げられる可能性ありますが、まあ内定には気をつけていただいて。はい、またムカデさんにも早く戻ってきてほしいですね。でもってお次の話題はですね、日本スタイルじゃねえや、フリースタイル日本統一の第3回第4回放送の感想ですね。まずは第3回目10月17日放送分の、チーム北関東 VS チーム甲信越の戦い、この回はね結構面白かったですよね。ネームバリュー的にもね、ドタマさん、ナイカさん、ポニーさん、ニガリさんあたりはね結構バトルファンならもう御用達みたいな感じですけども、まあ北関東は強そうですよね。バランス的にもいいですし、そのドタマさんがその参謀じゃないけどフリースタイルダンジョン自体はねこう作戦司令塔みたいな感じだったみたいですしね。で実際放送はどうだったかと言いますと、北関東チームはね一番若手のイエラゴートさんがもう大活躍しまして、自分初めて聞いたんですけどね、あれまあ会場だとよりいいでしょうね、声高いしあれめちゃくちゃ聞こえやすいと思う、その現場の方が。でまあ対戦相手のアシュラさんアシュラさんってさっきのアシュラさんじゃなくて、あの若い方のアシュラさんね、アシュラマイクさんじゃないアシュラさんね。まあアシュラマイクさんがにフリースタイル日本統一出てたらそれはそれで面白いけど、でまあバトルの方はアシュラさんはねいつも通り男らしいラップって感じでしたけど、そうですね、イエラゴートさんの方がまあ俺も良かったかなと思いましたね。まあ最近アシュラさんは露出がちょっとずつ増えてきてね、確か高校セラップ選手権から出てますよね。なんだかんだでもうキャリアも、まあ年齢はまだ若くてもキャリアは長くなってきたんでね、今後の活躍も期待ですよね。で次にがりさん出てきてね、ビッグネーム登場って感じですが、大舞台強いですから今回もねかましていくと思って、まあ実際かましてましたしね、良かったですよね、あのハンニャ心境ラップ、ハンニャハラミーターで会場沸いてましたし、俺勝ったと思ったけどね、まあねイエラゴートさんが、まあ、大金星で普通ににがりさんに勝ったんですけど、判定は 3-2 で割れてましたけどね、自分はにがりさん勝ちかなと思いましたけど、うん、でもまあ接戦でしたよね。これはね2週連続で3人抜きが出るのかなと思いましたけど、ポニーさん、大将ポニーさんが出てきまして、あのねジブラさんがいる前でネバーイナフサンプリングでねかましてましたね、かっこよかったですね。まあポニーさんはもう大ベテランでね、あの実力者ですから安定したラップ見せてましたけどね。ヤラゴートさんもかっこよかったんですけど、この戦いは普通にポニーさんって感じですかね。自分の判定は4対1でしたけども、なんとか三立は防いだ、北関東じゃねえや甲信越チームなんですが、北関東からはドタマさんが登場と、まあドタマさん対ポニーさんね、ベテラン対決、これはまあ普通にドタマ節
土手まぶしっていうか、まあ、いつものあの感じで炸裂してましたね。どっちかっつったらね、そのポニーさんの印象があんまりなくて、そのドタマさんのいつものあのディスの感じが際立って、実際試合もクリティカルだったっすね。クリティカルって言っていいか、 5対0であの全部審査員がドタマさんにつけて、北関東チームの勝ちっていう感じだったっすね。で、番組ルールの勝利者の引き抜きルールはにがりさんですね。にがりさんが加わって、だから北関東めっちゃ強いっすよこれ。まあ、勝ったらにがりさん取るだろうなと思いましたけど、ドタマさん、にがりさん、内科さんが3人固まってんのはちょっとめんどくさいな、タイプも違うし、うん、なんかかなり強いチーム なっちゃったっすよねこれね。ちょっとね、2回戦も楽しみですけども。で、10月24日放送、フリースタイル日本統一第4回放送は四国チーム VS 九州チーム戦いでしたね。この両者の戦いは逆にね、ベテランがいなくてフレッシュなね、若手対決っていう感じですけど、まあ知名度的にはダーヒーさんとかリンネさんとかはね、結構そのファンの中では有名ですけども、まあそのね、前回のね、ドダマさんとかクラスのベテランはいないですよね。それこそ自分四国チームの人たちとか知らなかったんで、結構ね、楽しみだったっすね。ただね、始まってみるとそうでもな、ちょっと期待外れだったかな俺的には。あの四国チームの方々ね、もっと印象に残るラップをやってくれるっていう期待をしてた。かっこよかったんですよ、ラップかっこよかったんですけど、まあ普通にかっこよかったっていう感じだったかな。あのケンザ390さんも言ってましたけど、リルダブさんが3人目に出てきたね。リルダブさんが始まった時にはおいいねって思ったんだけど、だんだんリンネさんにかき消されていって、最後尻すぼみになったような、まあケンザ390さんと同じ意見ですけど、そんな印象ですかね。ただまあその引き抜きシステムでリルダブさんは九州チームか、九州チームに入ったんで、リルダムさんもう1回ぐらいちょっと見たいから、ちょっとね、来週というか2回戦楽しみですね。リンネさんは、まあ、いつも通りのあの感じ、普通にまあ実力差が結構あった気がする今回はね。普通に実力差で勝ったっていう印象ですかね、自分的には。ただまあまだまだキャリア的にもこれからだと思うんで、あの四国チームのね、人たちもこれからも頑張ってほしいですね。はい。で、お次の話題はですね、ラッパガリアのニューアルバムがね、出ましたね、10月18日。で、ラッパガリアといえばね、あの、暑苦しい男臭い感じですけども、今回のアルバムは、まあ、思ったよりは、汗臭いんだよ。暑苦しいんですよ。いや、これディスじゃないですからね。あの、褒めてますよ。いつも通り暑苦しいラップなんだけども、思ったより、聞きやすかった俺はね。過去作品とかさ、サビとかもっとくどいから、ラッパガリアはそのリリックの男臭さもあるんだけど、そのサビのくどさねえ、このサビもう一ループ歌うのみたいなの結構あるじゃないですか。それが今作は、まあ、いつもより少ねえのかなと思いましたけども、いやでもほんといいっすよね、ラッパガリアはね。ほんとブレないよな、ずっとこのスタイルでね。今回はヤバすぎりスキルは梅田サイファーですか。あと PV になってるのはフューチャリングハニヤ、情熱が燃料の蒸気機関車。これもね、もうタイトルから男臭いもんね。これのハンニャさんもまたね、いい味を出してるんだね。ぜひともね、チェックしていただきたいですね。で、あと音源でもう一個紹介させていただきたいのが、前回ね、紹介しようと思って忘れてたやつなんですけども、オムスビーツさんのね、ミニアルバム気合って読むのかな、喜怒哀楽のあの喜ぶと悲しいっていう字で気合かなが、10月にリリースしたんですけど、このアルバムめちゃくちゃかっこよくて、まあ第1曲目からまず QN さんが客演に入ってるのがテンション上がるんですけど、まあ、QN さん戻ってほしいよな、シミラボに。俺正直 QN さんがシミラボ抜けてから少しシミラボ聴かなくなったもんな。まあ別に QN さん一人だけが好きなわけじゃないですよ。あのオムスビーツさんもマリアさんも好きですけど、やっぱり、QN さんいてほしくないですかと思いません？シミラボ絶対そっちの方がかっこいいと思うんですけどね。戻るとかあんのかな。あんまり聞かないけどね、クルー脱退してから戻るって。まあそのサミットレーベルとのねあれもあるから、そんなじゃあ戻りますはいっていうわけにもいかないとは思うんですけどね。ファンとしてはやっぱり QN さん入りのシミラボがまたね聞きたいですけども。で、あ、そうそうそう、もう一個注目すべきがシビットさん。そう、シビットさんがこのアルバムに参加してるっていうのがね、まあ注目ポイントですよ本当に。従来のファンの方はね、まあ、シビットっていう文字があるだけでも飛びついちゃうとは思うんですけども、こちらのね、オムスビーツさんのアルバム、ぜひともチェックしてみてくださいね。最近の話題で思いつくのはそんなもんですかね。いつもね、これ動画作った後にね、ああ、あれ言うの忘れてたみたいな感じで思い出すんですけど、そうそうそう、あ、そうだ、あの話題が、そう、梅原大吾について話せる。全然ヒップホップ関係ない話題なんで、もう興味ない方は切っていただいて結構なんですけど、あのコメント欄でさ、梅原大吾について語ってくださいってリクエスト入ってて
そうで、動画内で面白かったから次の雑談会で触れますっていう約束しちゃったんでね、ちょっとだけ話しますけど、まあそんな詳しくねえけどな。いるんですよ、ゲーマーなんですよ。日本初のプロゲーマー。結構生き様ね、ヒップホップだと思いますよ。もうゲームしかないみたいな感じの人で、コンビニのバイト落ちるぐらいって、まあご本人はね、おっしゃってるんですけど、普通に仕事ができない俺っていう自覚を持ってて、まあそれで切り開いていったわけですね。ゲームね、自分より年上なんでも40何歳だと思うんですけどね、もう時代的にもそんなゲームを職業にするなんてのはそんなの考えられない時代の人ですからね。だからヒップホップの例えばバトルを例に挙げるとするなら、カンさんがその UMB を作って、だんだんその趣味だったフリースタイルラップってものをその職業というか、それで金を稼げるようにしたじゃないですか。今はね、フリースタイルリーグで専業バトラーっていうのを生み出そうともしてますけども、それのまあ格闘技ゲームバージョンっていうのが梅原さんですね。もちろん今もプロゲーマーとしても活躍されてるんですが、それ以外にもね、こうなんていうのかな、アドバイザーというか講演みたいなこともやってたりとか、人生相談みたいなのも結構やられてるんですけども、すごいんですよ、そのアドバイズのなんていうのかな、物事の本質を捉える力っていうのがものすごく強くて、めちゃくちゃ引き込まれるんですよね、話に。だからいろんな人が相談に、こう梅原さんのもとに相談に来るんですけど、梅原さんが全然やったことない職業の人の相談でも、なんか結構そのそこを経験してるんじゃないかっていう視点で喋るそうなんですよ、そのコメント欄とか見てるとね。だから多分物事の本質っていうのを多分捉える力が超強いんだと思うんですよね。だから聞いてみたいよな、梅原さんに、ヒップホップどう思いますかみたいな。ヒップホップどう思いますかちょっとぼんやりしすぎてるけどね。なんかよくあるトピック1個質問してみたいよな。ウィードと、ラッパーがウィードすることについてどう思いますかとかさ、聞いてみたくないですか、なんて答えんだろうな。まあちょっとね、最後話脱線しちゃったんですけどね、梅原さんはね、本当にいろんな話とかされてるんで、ぜひともいろんな職業の人、職業相談、人生相談聞いてるだけでもまあまあ面白いんで、暇つぶしにぜひともご興味ある方は見てみてください。というわけで、今回もいい暇つぶしになったという方は、チャンネル登録、高評価していただきましたら嬉しいです。今後も雑談シリーズやっていきますが、このチャンネルメイン動画では、かっこいいラッパーの紹介、どんどんやっていますので、そちらもご興味あればよろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。